はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが、しけんくんです。いや、具志堅です。あ、具志堅か、やっちゃった。具が足りなかった。あー、やだね、具が足りないなんて。2つの意味でさ、おにぎり食べた時に具が足りないんでしょ、うん、おかかが1枚だけとか。足りないね。残念だな。食べた時におかか1枚だったら、どういう気持ちよ、うん、え、もし自分が残念でしょ、おかか1枚だったら。ちょ、一回イメージしていい？腹減った。うん、いただきます。うん、食べ方どうなってんの？あれ言ってなかったっけ、うん、俺つむじから食べるんだよ。珍しい。そうだ、ごめん、具志堅か。ピンとこないな、やっぱ試験の剣はだから合ってるでしょ、漢字は。合ってない。志、志に剣は。お菓子の片揚げポテトの肩。具志堅の剣ってお菓子の片揚げポテトの肩なの？知ってるだろ。マジかよ。つむじに入れてやろうか。いや、おい、食べちゃうって。いや、何、指入れんじゃないよ、そんな。さっきのおかかが詰まってるわ。でも違和感ないよ。いや、なんでだよ。つむじ書いてる人みたいにしか見えない。あー、確かにね、確かに。俺キスするときこうなんかな。そんなヘディングじゃないんだからおもろ。いや、もっとあるよ、面白いことって。そう、うん、まあでもツボは浅い方が幸せだったりするからね。あー、いいね。あー、そうだ、片揚げポテトの肩ね。飲むわ。これでバッチリです。はい、具志堅、うん、一緒に伝説作っていこう。あー、はい、ということで始まりましたけども、はい、今日は具志堅とね、うん、一緒に最高の瞬間を見届けてもらおうと思います。胴上げ。いや、最高の瞬間だけどな。いや、いいよ、一人胴上げされた時のイメージトレーニングやんなくて。悲しい。胴上げじゃないです。胴上げも確かに最高の瞬間だけどね。ただ、クワカブ業界の最高の瞬間といえば、うん、ウカ掘り出しです。あー、確かに最高の瞬間。クワガタカブトムシが奇跡に奇跡を重ねて、ようやくあの憧れの姿になってくれたところ。まあ、羽化してるかどうかの不安とかね、サナギになれたかどうかの不安とかあったりはしたりはするけど、うん、そっからこう無事に羽化してきてるであろうという子たちを一旦出しましょう。こちらです。はい、こちらです。あー、やめてよそれ。こちらね、はい、はい、これです。はい、うん、4匹います。はい、うん、で、これがね、実は訳ありの幼虫っていうところで、この中の4匹中3匹が僕が知らない幼虫です。知らない幼虫、全く得体の知れない知らない幼虫を飼育してました。なんでですか。なんで、把握してやるもんでしょ。これをブリードしたい、これがかっこいいから羽化させてみたいとかじゃないですか。え、な、謝罪会見。いや、詰めてるわけじゃない。いや、これね、実は、ま、普段から見てる方は覚えてる方もいるかもしれないですけど、夏前ぐらいに、うん、ランバージャックでお買い物動画撮った時に、はい、幼虫の名前を聞いて、うん、幼虫の名前でピンとこなかった種類、うん、生態幼虫を購入したんですけども、うん、それが2種類いて、そのうちの1種類が、羽化してきました。それで生態どんな姿かっていうのを羽化するまで確認せずに飼育したいなっていうので、購入した時にランバージャックの店長に幼虫管理のどんな感じがいいかっていうのを聞いた上で管理して、ようやく羽化してきてくれたって感じになるんで、うん、ようやく生態を見れるって感じ。そう、だからもうネットを一旦遮断して、もうやっぱ名前を検索したらもう出てくるから、うんうん、今もうネットにいろんな情報があるからね、うんうん、そうなっちゃうと、まあやっぱ面白くないかなっていうので、うん、ここで初めて僕もその生態を知れるという。おー、この種類がこの名前のやつこんな姿なんだみたいな、うん、のでこれより前に多分上がってると思うんで言うんですけど、うん、2種類購入してて、1種類は羽化してきてて、それはまさかのカナブンでした。うん、うん、衝撃、クワカブの部屋でっていう衝撃から始まって、だからまあこの企画をやってないとありえなかった状況だったから、うんうん、今回もねちょっと楽しみにはしてるんだけども、うん、今回は確実にカブトムシではあるかな。早速掘り出していきましょう。この4匹中3匹はその種類なんだけど、1匹だけ、うん、虹色クワガタが羽化してきてるので、うん、この虹色も掘り返させてもらいます。これがね、この虹色は2022年の12月頃孵化してて、まあ9ヶ月ぐらいかなで羽化してきました、うんうんうん、で、オスです。はい、うん、で、紫、違う、緑と緑だねって感じの子になります。うん、さあどうなってくるか。虹色もね、いろんな色の色彩変化がある人気のクワガタだからね、やっぱ夏場に飼育始めての方とかにやっぱ人気らしい。あとは女性にもすごい人気、動く宝石と言われるオーストラリアのクワガタです。さあ、あ、どうだ、ちょっと浮かして間もないかも。いきます。はい、お、来ました。真っ赤に見えるね。でも本来の色ではないと。うん、これはね、
ちょっと紫になるんじゃないかな。うーん、色味がまだ出てないけど。でけえな、立派だね。でかいっす。これ57ミリぐらいジャイアン、ごめんジャイアンいたな57ミリぐらいジャイアンって言ったなジャイアンはでかいよ。いやそうだよな、うん、だからちょっとだけ横暴な人なんじゃない。ほんとちょっとだけちょっとだけ、うん、ちょっとだけ横暴な人を数値化したら57ミリジャイアンだったジャイアン、はい、57ミリぐらいかな。うん、いやそんなあーやべえ、ブレてねえかなこれ。いやどんだけ受けてんだよ嬉しいけどすごいね、これはこれで色で結構ね、紫とかって色出るまで時間かかるイメージなんだけど、浮かしてから、うん、どうだろう、これ多分紫っぽくなるかな、もしかしたら、うんうん、で、これね、親は緑と緑だけど、おじいちゃんおばあちゃんがどっちの緑のオスとメスのおじいちゃんおばあちゃんどっちもお父さん側だから、おじいちゃん側が紫だから、そこが出てきた可能性はあるかも、うん、まだ固まってみないと分かんないけど、うんうん、っていう部分で、まあ、結構こう、まあ、じいちゃん世代までできるだけ描くようにしてて、うんうん、そう、色がね、どの色が出てくるかっていう、なんだろうな、比率がいまいちつかめないから、うんうん、紫だけずっと紫のまま固定されてるんだけど、うん、それ以外赤色の子、お父さんお母さんが赤色でも子供が緑が生まれてきたりとかあったりするから、うん、そういった部分で結構おじいちゃん世代まで描くようにしてます、色を。そう、だからもうなんか数学みたいな感じになってるよね、うん、そう、親がパープルのホワイトアイのおじいちゃんと、ノーマルカラーでちょっとツヤ感が強いおばあちゃんから青っぽい緑の子が生まれた。で、こっちは紫と赤色から濃い緑の子が生まれたっていう風に記してるので、もうこれちょっとね、うん、数式みたいだよね、なんかね。いやでもまあとりあえず無事に羽化してきてくれてよかったです。ちょっと固まるまでお楽しみって感じかな、うんうんうん、このまま普通に緑っぽくなってくれる可能性もあるけど、うん、どことなくちょっと緑感はあるもんね、ほんのりだけど、ここの縁とか、でもあんま出てないからね、うん、この色の経過が楽しみな子になりました。サイズは動画外で測ろうと思います。さあ、そしてお待たせしました、今回僕が知らないカブトムシの幼虫で羽化してきた子、うん、知らない得体の知れない幼虫を管理した結果になるんですが、これがねゴロファプルシスっていうやつ。ほう、うん、で、メキシコのやつなんだけど、ゴロファっていうのがゴロファポルテリとか、こっちで言うとゴロファスパサとかがいて、まあ、結構この属名なんだけど、ゴロファだから、まあ、カブトムシでは間違いないなっていう状態、はいはい、で、ただプルシスっていうのが俺はゴロファの中で知らないから、どんな姿のそのゴロファなのかなっていうところで楽しみにしてたと、になるんだけど、まあこれでね、オスとメス両方出てきてくれたらいいね、3匹で。多分明らかにサナギの空間が見える子がいたんだけど、これか、ここにね、ちょっと見えるんだよ、薄く。ここちょっとわかるかな、見た感じはすごいちっちゃそう。おう、うん、そう、だからまあちょっと出してみないとわかんないけど、うん、結構色味がありそうな子にはなるかな。へえ、うん、でこれ2022年11月上旬割り出しらしいから、まあ9ヶ月10ヶ月ぐらいかけて羽化してきたって感じになります。こんなことね、めったにないからね、 YouTube の企画としてじゃないとまあ絶対ありえないから。どんな姿なのかな。そう、カブトムシなのは間違いない。前回はもう本当に得体知れなかったから、うん、スペキオーサジッセリンってやつ、得体知れなすぎたけど、今回ゴロファっていうのは分かってるから、どんな感じの見た目なのかちょっといきます。ゴロファプルス、こちらです。お、いたいたいた。ちっちゃい、かわいい、きれい。メスかな、ちっちゃ、めっちゃちっちゃいね。おわ、ちっちゃ、あ、きれい。おすごいきれいだな、はい、背中、うん、ちょっとオレンジっぽい感じの、うん、もうちょっと固まってくるだろうけど、綺麗だな、これオス気になるね、うんうんうん、これ多分メスですね、うん、はい、結構メスっぽいオスっていうパターンもあったりするから、うんうん、ただこれはさすがに角とかもないから、うん、ちょっとした多分メスかな、だからオスがどんな感じか、ちょっとあと2匹がオスなのを祈ってちょっと行きましょうか、はい、さあ行きましょう。ただね、これ洋室、サナギの部屋が見えないからちょっと慎重に行きます。もしかしたら、あ、浮かしてきてるけど、うん、浮かぶぜんだ、うーん、洋室作れなかったかな、うんうんうん、とメスですね、はい、羽が伸ばしきれなかった感じだ、うん、
っと上の方でサナギになっちゃったって感じだね。ちょっと動きづらそうだけど、でもとりあえず元気そうで、はいはいはい、よかったです。うん、メスでした。これで洋室を作ると。そう、まあ上でというか、まあちょっと上の方が乾燥しちゃってたから、そこで崩れちゃったかもね、サナギの空間が。やっぱ糞とかも目立たないタイプの子だから、うん、どうしてもヘラクレスとかよりも乾燥しやすい、マット感が、うん、っていうのはあるから、ちょっと水分が飛びすぎちゃったのはあるかな。とりあえず無事でよかったです。はい。さあ、そしてラスト、うん、これがオスかどうかってところだけど、まあ、無事に羽化してくれてればいいけどね。サナギの空間がね、見えないから、多分結構ちっちゃい種類だとは思うんだよ。800のボトルで大丈夫ですかって店長、ランバジャックの店長に聞いたら、800もいらないよみたいな感じだったから、多分もうちょっとちっちゃくてもいいよみたいな感じだったから、そこで言うとオスもメスもちっちゃい小型な種類だとは思うんだけど、お、出てきた、羽化してるね。とりあえずさあ、行きます。さあ、お、来た来た来た。お、え、あれ、待って待って、はい、これオスです。おお、そう、オス、多分多分多分いや、笑っちゃうぐらいメスっぽいけど多分多分多分そう、ごめんごめん、あ、そのうん、ちょっと何もいい例え出てこないけど多分オスじゃないかな。なんか体の形がちょっと違う。いや、これね、体の形は分かんないけど、俺、ごめんごめん、なんかやんわり否定しようと思ったけど、ごめんね、豪速球で行かしてもらったけど、これ頭、角あるの分かる？これ、見える？ここにちょっとだけ角あるんだよ、頭のここに。うーん、あー、はいはいはい、これか。うん、これさっきなかったんだよね。1匹目の子とちょっと比べてみようか。1匹目がほら、やっぱそうだ。うんうん、こっち角ないよね。あー、はいはいはい、そう、こっち角ないけどこっち角あるんで、多分これでオスとメスだ。で、こう見た時にちょっとメスの方が頭のツヤ感あるかな、頭っていうか胸、ここのツヤ感はちょっとオスよりメスの方が強い気がする。うんうん、ここの胴体に向かった部分あたりから。うわ、これは面白いね。うん、いや、オスとメス無事に羽化してきてくれました。うん、まさかだったな。サイズもそんなに変わんない、うん、なんならメスの方がちょっとでかいかもね、パッと見た感じは。オスとメスで色味は一緒だけど、うん、これで両方実はメスですって言われたらはずいけど、うん、でもオスだと思う。なるほど、ちっちゃい角を生えてたから、うん、いや、これはすごい。とりあえずこれで終了です。は、うん、い、いや、これ楽しいね。色味も綺麗。うん、だからゴロファプルシスってやつは一時期ブリードして飼育してた、うん、幼虫で購入して羽化までいた子がいて、それがね、ゴロファミヌツスってやつがいたんだけど、に近いかもね、雰囲気、うん、それもね、オスとメス、オスはちょっとだけ角ある感じの種類なんだけど、はい、そういう系統なのかもね。この幼虫3匹でこうやってオスメス、おそらくオスメス分かれてくれて、うん、よかったです。うん、うん、で、こういう可愛い系僕すごい好きなんで、うん、うんうん、いや、嬉しい出会いになりましたね。うん、うん、これもう YouTube やってないと飼育することはなかったかもしれないから、うんうん、そこも含めて良かったです。そういった意味ではなんか間違えないようにするのも大変そうですね。確かに、どっちもオス、どっちもメス、ちょっと判別がちょっと大変そうだね。うん、でもオスとメスで並べた感じだと、やっぱまあ角がちょっとオスは生えてるってのと、うん、オスの胸の部分の方がちょっと光沢感少ないかなっていう違いは感じれたかな。で、これはもう餌食べ始めるのかな。結構もうすぐ餌食べ始めそうだと思うんで、ブリードもチャレンジしてみようと思いますんで、うん、いや、良かったです。まあ、ちょっと羽が痛々しい姿の子も出てきちゃったんですけど、うん、みんなとりあえず元気そうで何よりでございました。具志堅的にはどうだった？その最後に出てきたのがオスで、うん、うん、すごい微妙な違いというか、ほんとね、オスとメス誤差みたいな感じぐらいだったね。だ、いわゆるカブトムシっていうジャンルでくくった時に、うん、まあヘラクレスとかはもう、はいはい、あんだけはっきり違いがわかるのに、うん、同じカブトムシでもあんだけほぼ一緒みたいな見た目になるところが面白いところだなって思ったし、うん、いろんなね、外国とかに、うん、まあ、日本のカブトムシもいますけど、カブトムシでくくった時にその種類の多さというか、あ、まあ相当いるもんね、うん、それぞれのいろんな魅力があって、うん、まあ見た目ですよね、まずとか、まあ、うん、うん、まあ、そのどういう新しい
種類が好きな人もいる、昔からいる種類が好きな人もいると思うんですけど、うん、そこにこうハマっていくというか、うん、その気持ちはちょっと分かるような気がしましたね。ああ、よかったね、うんうんうん、まあすごい色も綺麗なね、可愛らしい種類だし、うん、まあ、飼育するってなったらやっぱ飼育スペース取らないっていうメリットもあるからね、うん、飼育する側からしたら、うんうんうん、そういった部分では、まあ、今後、まあ、僕もそのブリードはしたことないんで、うん、これからやってみるって感じなんで、どんな感じかは分かんないけど、うん、スペースはそんなに取らなそうだし、まあ幼虫自体も確かにこのサイズ感だったらこの800はなんなら広いぐらいというか、うん、やっぱこれの半分ぐらい430とかでも問題なく孵化できそうな感じの種類なんで、まあ、飼育しやすいんじゃないかな。もう結構可愛らしい種類なんで、うん、皆さんもプルシス見かけたら購入検討してみてください。なんか今後もちょっとやりたいかもな、そういう機会があれば。これ知らない種類の幼虫だなみたいな子がいたら、うんうん、飼育できそうな感じの子だったら飼育してみて、購入したところのショップで飼育方法だけ聞いて羽化までやってみるとか、うんうん、っていうのは楽しいね、これは、うん、また新鮮な気持ちで画像で見て、最初初めて見るときって画像で見るか生で見るかみたいな、でそれでかっこいい、かわいい、なんかいいなっていうので飼育始めるっていうのがまあ大半だけど、うんうん、この場合だとやっぱもう幼虫の姿だけしか見てない、名前でちょっと想像するしかないから、うん、やっぱ名前だけだともう全然何が何だか分かんないからね。その中で出てくるのはちょっとインパクト残るな、うん、よりプルシスってこんな色綺麗なんだ、可愛いんだみたいなところにもなったんで、うんうん、まあ、今後もそういう機会があればあれこれ知らない幼虫だなみたいなのがいたら、ちょっと今後もやってみようかなとも思ったりはするんで、ぜひその際はあるかどうかわかんないですけども、楽しみにしててもらえればと思います。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。